いつまで YouTuber するのって。YouTuber?YouTuber か。YouTuber。いつまで YouTuber するのってなんだろうね。いつまでとかなくない別に。君らが見てくれる限り。いや、わからん。いつまですんだろうね。俺が聞いてえな。YouTuber ってなんだろうね。ヒカキンさん追い越すまで？うわ。じゃあ無理ってこと？無理ってことじゃ。葬式配信までしろって。YouTuber も結構ブラックじゃねえって。YouTuber ってなんすかね？ YouTube で動画投稿してる人？でも俺は今、もう編集もお願いしてるし、配信してるだけだからさ。あとも YouTuber なんて。なんでもいいっすね、俺からしたら。世間から見たら、きっと YouTuber って言われる、きっと。そういうなんか、分かってる人が見たら、細かく分類して、配信者みたいなことは言うんだろうけど。ネットで活動してる人はみんな YouTuber でしょ、世間からしたら。生主だよなって。生主ってもう死語？もしかして生主っていう、なんなら伝わらん可能性あるぞなあ。生主は伝わらん可能性ありますよ、全然。え、生主って何って、ほら。ニコ生主。え、生主の生はだってニコニコ生放送の生だもんね、絶対。今配信でしょ、だってやっぱ言い方としては。ストリーマー配信者。ウプもわからんのかって。わからんやろな。ウプ主。だってさ、なんかさ、この配信始めるとさ、ちゃんとなんか、俺スタンプさ、あるのにさ、ヨウみたいなやつ。それみんな使ってくれずにワコラダって言うじゃん。別に俺がそう言ってとは言ったことないけどさ、みんなそう言うじゃん。それ知らん人もいるしね、多分。ワコラダって何ですか？ワコツって何ですか？最近ワコツの意味調べた。ワコツもだってニコ生だもんね。和骨はニコ生だけだからな、なんならね。別に何でもいいんですけど、正直。解説してあげますよ、僕が。最近インターネットを知った人たちのために。和骨っていうのは、枠取りお疲れ様ですって意味で、枠っていうのが、ニコニコ生放送の時、配信をするのに30分という枠組みでしか配信できなかったんですよ。30分撮って配信が終わるの、30分経つと。うん、やばいよね、今考えると。
今考えるとやばい。そう、それで、だから30分終わると配信が終わって次枠行きまーすみたいな感じなんだよ。すぐ次枠取ってみたいな、また30分やってみたいな。それから、まあ結構手間だから視聴者が枠を2みたいな感じから枠を2になったみたいなね。延長2は延長2に関してはもうマジで言わんやん。どこでも言わん。うん。どこでも言わんぞ。延長2ってのはニコ生の時にその30分っていう枠をなんかお金を払うとお金払うと30分同じ枠で延長ができるんですよ。うん。延長って多分500円だよね、確かあの時。500円ぐらいした気がするわ。30分延長で。その、なんていうの、コミュニティレベルが、もうコミュニティレベルもわからん。コミュニティレベルが低い人は500円だった気がするわ。うん。高えー !30 分配信続けんのに500円だったんだ。やばいんご。シルチケ、ゴルチケとかもうまた別の話ね、それは。で、ニコニコは、なんかコミュニティレベルってのがあって、今で言うチャンネル登録者数、違うか。サブスクか?どっちかというと、そのニコニコのプレミアム会員っていうのを、まあ聞いたことある人はいると思うんですけど、プレミアム会員の人がコミュニティにいっぱい参加してくれると、コミュニティレベルっていうのが上がってくるんですよ、どんどん。それが、レベルがね、90とかね、それぐらいになると、予約枠。まあ、今で言う、その、YouTube ライブでも配信、枠取るやん。予約するやん。ああいうのがニコニコにもあって、予約をすると、6時間まで無料で延長できるんだよね。コミュニティレベル90ぐらいまで行くと。予約すると、6時間まで無料で延長できる。うん。お前今レベル94やでって。え?マジ?え?俺、ニコニココミュニティで、無料延長できんやんしたら。え?えぐ。97レベルだよね、無料延長って。93だわ。え、でもさ、ないんじゃない?そういうの。え、ニコ生も今別に、もうなくなったか、それ。なくなったんじゃね?今はもう全部無料だよって。あ、そうなんだ。おー。いや、まあ、さすがにそうか。さすがに今、なあ、30分超える配信したら500円払えみたいな言われてたらもう、それはもう、終わり。うん。プレアカで延長できるよって。ああ、プレミアムアカウント、まあ、月500円払うと、延長の配信ができるってこと?ふむ。なるほど。なるほどね。お前と一緒に流れたから今のニコニコのことわからんって。まあわからん、俺も。